こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。グラウンスパーブ前に行きそうです。マイグルーム、それに続いています。さらにはボスラシャン、5番ミュースピクニック、その後ろフラッシュワールド、どうやら後方からの競馬。先頭に戻りましょう。先頭はエアグルーヴ、短期の逃げに持ち込めるか。青の帽子ニュースピクニック、その後ろすぐ隣にミッキーシャンデリア。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。先頭に戻りましょう。ニュースピクニック、先手を取りました。エアグルーヴ好位をキープ。マイグルームすぐ後ろ、これに続いてボスラシャン、黄色の帽子グラウンスパーブ、その後ろ内からはイージースマイル、その外からダビッドフォーエバー、内からはラブフェニックス、さらにはダイナマイトバウンド。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ミッキーシャンデリア、2番手はニュースピクニック、エアグルーヴいい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。最後の追い比べ、先頭はエアグルーヴ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はボスラシャム、先頭を捉えるか。ボスラシャム抜けた。エアグルーヴ追いすがります。ボスラシャム先頭だ。ボスラシャム、ボスラシャム1着、2着にはどうやらエアグルーヴ、勝ったのはボスラシャム。見事な勝利です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは進行ラブリー、アポロドロール。この馬も好スタートを切りました。星ブリーパーフェクト前に行きそうです。アポロドロール、それに続いています。さらにはスキップポケット、3番ワンダフルヒル、その後ろ後方に控えたのがウィンドシャープ。では前の方から、先手を取ったのはスキップポケット、その隣にノーザングライス、その横に星ブリーパーフェクト、その外からサンシャインチャイム。進行ラブリー好位をキープ。並んで8番アポロドロール、ナスメニナス、この馬もこのグループ。その外からアースウォン、並んで10番アースマター。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から見てみましょう。星ブリーパーフェクト先手を取りました。すぐ隣にノーザングライス、その横にスキップポケット、すぐ後ろにサンシャインチャイム。好位置をキープしています。進行ラブリー、並んで8番アポロドロール、ナスメニナス、この馬もこのグループ。その外にアースウォン、並んで14番ウィンドシャープ、アースマター、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前は星ブリーパーフェクト、2番手のウィンドシャープ、先頭を捉える勢いです。ノーザングライス、3番手進行ラブリーいい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。星ブリーパーフェクト先頭、残り 200m 進行ラブリー伸びてきた。残り 100m 進行ラブリー差を広げる。2番手はウィンドシャープ、進行ラブリー今ゴールイン。段違いの強さです。進行ラブリー1着、2着はミスティハッピー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。進行ラブリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはキングスクラフト。綺麗なスタートを切りました。クリアロジック、前に行きそうです。キングスクラフト、それに続いています。さらにはトロットミズーリ、6番トールアルデル、その後ろクラウドヒット、どうやら後方からの競馬。前に戻りましょう。キングスクラフト先手を取りました。すぐ後ろにトロットミズーリ。各馬サンターニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。さあ先頭はまだ11番、キングスクラフト。2番手は桜爆心王。これは絶好の手応え。さあ桜爆心王、前を捉えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は桜爆心王。桜爆心王先頭、ここから引き離しにかかります。あと 200m、 桜爆心王先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。桜爆心王独走。桜爆心王ぶっちぎりです。桜爆心王1着、2着はブラッシュマシーン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。桜爆心王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはファストネス、シグナルラピス。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシグナルラピス花に立ちます。その後ろからはファイティングミサイル、この馬も上がっていく構えです。さらにはプレミアムベッド、10番ファストネス、その後ろ後方に控えたのがラビーブ。先頭に戻りましょう。アラビアセゾン先手を取りました。すぐ後ろにファストネス、向こう上面に入っていきました。それでは先頭から先手を取ったのはアラビアセゾン、これに続くのがファストネス、フライトファルコン、すぐ後ろオレンジの帽子シグナルラピス、その後ろすぐ隣にバーリー、その横にファイティングミサイル、リジウッドパール。この馬もこのグループ。すぐ後ろにプレミアムベッド、並んで4番ヴィンテージクロップ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてアラビアセゾン、まだ粘っています。ファストネスほとんど差がありません。リジウッドパール3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったトロットサンダー。残り 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 トロットサンダー差を広げる。2番手はリジウッドパール。トロットサンダー今ゴールイン。段違いの強さです。トロットサンダー1着、2着はリジウッドパール。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ノーザンスパー、前に行きそうです。バルズプリンス、それに続いています。さらにはジョンズコール、4番ヘルスディレクター、その後ろデルニエランプルール、後方に控えました。各馬サンターニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。では前の方から、先手を取ったのはバルズプリンス、並んで10番ジョンズコール、これに続くのがヘルスディレクター。この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはジョンズコール、その後ろからはバルズプリンス、すぐ後ろにヘルスディレクター、さらにはシェイクダッシュ、並んで1番ノーザンスパー、オリエンタルセカンド、この馬もこのグループステージチャンプ、いい位置です。並んで7番ハイフレンドイースト、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方からジョンズコール、先手を取りました。これに続くのがバルズプリンス、すぐ後ろにノーザンスパー、赤の帽子ヘルスディレクター、その後ろすぐ隣にオリエンタルセカンド、シェイクダッシュ、すぐ後ろオレンジの帽子ステージチャンプ、いい位置につけましたロンドンクロケット、そのうちに続いています。並んで7番ハイフレンドイースト、バトルシュート、この馬もこのグループ、すぐ隣にサクセスリュー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として10番ジョンズコール、2番手はノーザンスパーヘルスディレクター、3番手ステージチャンプ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。ジョンズコール先頭、残り 200m、 先頭はノーザンスパー、ジョンズコール必死に追いすがります。ステージチャンプ迫る、ノーザンスパー先頭だ、ノーザンスパー1着、ノーザンスパー1着、2着にはどうやらステージチャンプ、勝ったのはノーザンスパー、見事な勝利です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはホットデュール、マジカルホーク、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくホットデュール行きました。続いて前へ行くのはマジカルホーク、さらにはタバスコキャット、8番ゴーフォージン、その後ろデビルヒズデュー、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはバブルトワイニング、その外からタバスコキャット、ピンクの帽子ホットデュール、その後ろすぐ隣にゴーフォージン、その横にルキャリエール、ベストパル、この馬もこのグループ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から、先手を取ったのはマジカルホーク、これに続くのがタバスコキャット、ホットデュール、それに続いています。その隣にバブルトワイニング、すぐ後ろにルキャリエール、 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。ホットデュール、先手を取りました。さあ先頭はまだ13番ホットデュール、バブルトワイニング、ほとんど差がありません。ルキャリエール、3番手ライブリマウント、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったバブルトワイニング、残り 200m、 先頭はタバスコキャット、タバスコキャット粘る、一気にライブリマウント、ライブリマウント、もう一伸び、ライブリマウント、ライブリマウント、1着、2着にはどうやらルキャリエール、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ライブリマウント、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ファントムダンサー、ちょっとタイミングが合いません。さあ花を切るのはどの馬か。マーベラスサンデー、前に行きそうです。シャインサーベル、それに続いています。さらにはフィールドパンサー、5番スーパービリーズ、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はマーベラスサンデー、短期の逃げに持ち込みたいところ。大きく離れました。セカンドフロンティア、その隣にフィールドパンサー、マウンテンチャンス、すぐ後ろ。これに続いてクールトルネード、スーパービリーズ、すぐ後ろ。その後ろにシャインサーベル、リンデンピレネー、それに続いています。そして大きく離れてキーンランドリオン、この位置です。リアルコネクション、すぐ後ろ。アラビアノバ、それに続きます。エンバイロンメントフレンド、すぐ後ろ。ファントムダンサー、それに続いています。少し開いてヤングケリバン、そして大きく離れてシーズメドウ、この位置です。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。では前の方から見てみましょう。先頭はマーベラスサンデー、短期の逃げに持ち込みたいところ。さあ先頭はまだ1番マーベラスサンデー、2番手はセカンドフロンティア、マウンテンチャンス、3番手さあマーベラスサンデー、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。マーベラスサンデー先頭、後続とは3馬身以上。これは決まりか。2番手はセカンドフロンティア、完璧です。圧倒的な強さを見せました。マーベラスサンデー1着、2着はリアルコネクション、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。マーベラスサンデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。